所注意です。ご確認の上動画をお楽しみください。やあ諸君、ずんだもん相当なのだ。夏真っ盛り、諸君らはいかがお過ごしだろうか。それは涼しい部屋でこの動画を見ているに決まっているよ。夏といえば諸君らは何を思い浮かぶだろうか。海、山、バーベキューとかいろいろあるね。夏といえばそう、非人型ロボットなのだ。夏関係あるのかな。というわけで今回のテーマは非人型の主人公ロボなのだ。主人公機で人型じゃないロボってのも珍しいパターンだよね。読んで字のごとく、基本形態が人型ではないタイプのロボットを紹介していく。マクロスのヴァルキリーはどっちがメインなんだろうね。マニアックに行きたいのでどうぞよろしく頼むのだ。いいねとチャンネル登録、コメントもよろしくね。まず最初の非人型主人公ロボは宇宙原版大戦争の合体が、ここ最近グレンダイザー系が続くね。まあ今やらずにいつやるのかって話なのだ。さて本作の主人公機であるガッタイガーは後のグレンダイザーの元となる機体で、ロボイザーと円盤メカのステイザーが合体した形態なのだ。そのまんまだね。ニードル社はスペースサンダーと共通する武装もある。グレンダイザーと違うのはロボイザーには武装がなく、合体形態でしか必殺武器が使えないのだ。そもそもこれ映画1本しかない作品だよね。まあ円盤がためかとしては円盤形態が強いのは正しいのかもしれない。合体ガーのデザインは最新作グレンダイザー U に登場のゼオラダイザーやアクアダイザーにも引き継がれているのだ。さて続いての非人型ロボット機体はゾイドシリーズ。もはや人型ロボが存在しない作品だよねこれ。いや、ゴリラ型のゾイドはいくつかいるのだ。アニメ第1作目の主人公機体であるシールドライガーをはじめ、ブレードライガー、ライガーゼロ、ムラサメライガー、ワイルドライガーなど様々なライガー種のゾイドが存在するのだが、ゾイドワイルド戦機だけ主役ポジションの機体はティアの方のゼノレックス。ライガーは敵側の帝国所属のゾイドとなっているのだ。ところでライガーって何なの。ライガーとは父がライオンと母がタイガー、つまり虎を掛け合わせた動物で、野生では確認されていない実在する雑種の生物なのだ。様々な作品でモチーフになってることも多いよね。名前の響きは強そうだが、人工的に生み出される動物なので病気になりやすく、長くは生きられない動物なのだ。これって動物園で見られるの。基本的に研究目的以外での飼育は法律で禁止されているので日本では見られないのだ。そうなんだ。タカラトミーのおもちゃつながりで、1995年に OVA 作品として発売された美少女遊撃隊バトルスキッパー、元はトミーより発売された対戦系のロボットホビーバトルスキッパー。一定周期でこういう電動ロボおもちゃって発売されている印象あるな。まあ大概はアニメ化するまではいかないのだが、バトルスキッパーも少年向けホビーだが、なぜか美少女がロボットに乗り込むオタク向けアニメと化した。どっちかというと SD ロボ系のデザインラインだよね。設定ではバトルスキッパーは戦闘用ロボットビークルなので車に近しい存在のようだ。移動方法も脚部のローラーでハイウェイを颯爽と走るのだ。多分防セーラー服戦士が流行ったから作られたアニメだよね。プラスロボットアニメね。当時の OVA はチャレンジ精神に満ちてるのだ。タンク系の足で言えばデッタ3もあるね。よくよく考えると水中専用でキャタピラっていうのは意味あるのだろうか。ちなみに 3K でもポセイドンとカーンはキャタピラじゃなく2脚なのだ。さあ後半戦、ここからはみんな大好き多脚の主人公ロボを紹介するのだ。そうなの、みんな多脚好きなの。では最初の機体、2009年に放送された空を駆ける少女よりスターシルフ。上半身は女性型だね。主人公獅子堂明葉が登場するキューティーアームズと呼ばれる戦闘用多目的パワードスーツ。飛行形態にも変形できる。本作は純粋な人型ロボはなし、それぞれ専用機で多脚と戦闘機タイプが多いのだ。ところで宇宙で足がたくさんある意味ってあるの。足は飾りではないのだ。偉い人にはそれがわからないのだ。続いては2015年放送のコンプリートレボルティオよりエクース、カモンエクースレディゴ。ケンタウロス型の主人公ロボって珍しいね。強化形態で馬脚になるパターンはよくあるのだ。本機体は架空の日本を舞台に超人を保護する超人化に所属する主人公人吉次郎の乗り込む機械と呼ばれる巨大ロボ。超人、いわゆる特殊能力者のことで、超人と戦う際にはエクースで出撃する。普段は移動用として使う銀色のスーパーカーから半人半馬形態に変形。武器はソード付きのライフル。後に機体が強化されるが、
そちらは普通の人型なのだ。なんかスマートでおしゃれな感じするね。では次はミリタリーなものも紹介していこうか。2010年放送のアニメ空の音に登場する竹三日月。なんか平穏みたいな絵柄のアニメだっけ。キャラデザは似ているけど違うデザイナーなのだ。荒廃した世界を舞台に辺境の砦を守る5人の少女軍人の日常を描く。日常ものにしては物騒な世界観じゃない。その砦にあったのが多脚戦車の竹三日月。強力なバリアを持ち、巨大な四方にミサイルなどの兵装、6本の足で崖やビルに張り付いたりもできる。なんか強そうだね。しかし主人公カナタが砦に着任した時点では足もなく壊れて動かないままであった。この竹三日月を少しずつ直していきながらストーリーが進んでいく。最終的に戦うって感じだ。ネタバレなるので多くは言えないが、満を持しての出撃シーンはとても感動ものなのだ。最後にこちらも多脚戦車ロボで、2021年に放送されたライトノベル原作のアニメ86からジャガーノート。これはここ最近の作品なんだね。帝国の送り出す無人兵器に対抗するため、共和国側も無人兵器で対抗するのだが、その兵器には共和国の全85区の外にある公には存在しないことになっている86区86で暮らす少年少女たちが乗り込む有人搭乗式無人機だったのだ。つまり本当は人が乗ってるけど公には乗ってないことにされてるってこと。その機体がこのフェルドレスと総称される機体のジャガーノートなのだ。最新 AI 搭載と謳われていたが、開発に失敗し、それを隠蔽するために人が乗せられてるのだ。そのためパイロットを守るための脱出装置もなく、さらに装甲も薄いっぺら、武装も貧弱で機動力も低い欠陥品なのだ。スコープドッグよりも悪くない。そんな機体に乗り、大勢の仲間を失いながらも主人公シンたちは戦っていくのだ。かなりハードモードな戦いを強いられているんだね。そんな戦いを生き残ったシンたるも、アニメ第2期ではジャガーノートよりも高性能な機体レギンレイブに登場し、活躍の場を広げているのだ。アニメの第3期もやってほしいよね。というわけで非人型主人公ロボ特集をお送りしたのだ。マッシュ役ロボってなってくると動物型のゾイド以外はマイナーなものが多いよね。途中でも言ったが、車や飛行機など単純な乗り物モチーフを除き、合体や強化形態で姿が大きく変わるのはいろいろとあるのだ。それだとやっぱ最初の合体があって、今回のテーマ的にはアウトじゃない。そんなことはないのだ。円盤宇宙大戦争のテーマソングでも歌詞の中に出てくる名前は合体ガーであり、ロボイザーではないのだ。つまり本作の主役機体は非人型ロボである QED。 それでは今回の動画は以上とする。また次回お会いしよう。毎年マイクールロボットアニメを見よう。では諸君、さらばなのだ。